さすが久保先生。さすが先生。強制的に、はい、俺遠くを見ろって思うよ。やっぱ意識が熱血久保塾始まりました。久保さん、本日3本目の熱血久保塾でございま す、ね、だいぶ時間が過ぎて西日がきつくなってまいりました。はい、というわけでですね、はい、今日はね、テリー土屋の車の話収録日でございまして、はい、実は先ほどの収録で出ていただいたあるお方にちょっと今回ゲストで来ていただいております。なるほど、はい、ご紹介したいと思います、はい、天音子さんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。 YouTuber のあまねこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで熱血久保塾っていう企画なんですけど、はい、大丈夫ですか。はい、初めてですけれども、ちょっと久保先生ということでいろいろ教えていただけたら。はい、私は本当全然車とかも知識がそんなにあるわけでもないですし、サーキットも初心者なんで、本当初心者に優しく教えていただけると嬉しいなと思います。はい、熱血な久保先生、もちろんでございます。はい、今日は優しいご指導でよろしくお願いします。そうですね、はい、かれこれこの企画の第1弾はマニュアルで発信がしてみたいからスタートしてるので。そんなに優しい講座からあったんですね。ただ雪道でしたけど。ああなるほど。はいはい、マニュアルは運転もちろんしてますもんね。そうですね、一応5年運転してきたんでさすがに基本的なのは大丈夫かなと思うんですけど、サーキットの走行となるとまた変わってくるかと思うので、そういったところを教えていただければと思います。はい、はい、というわけで早速久保先生よろしくお願いします。そうですね、じゃあちょっと今日乗せていただく車をちょろっと見ていっても大丈夫ですか。お願いします。僕ね、めちゃくちゃ気になってる点があって、はい、ホイールがめっちゃかっこいいなと思ってホイールどこのやつですか。これレイズさんの単造のホイールなんですけど、ちょっと20インチでかなり大きめで迫力はありますよね、うん、はい、すげえなんかちょっと最近流行り始めましたよ、このねじれというか、この芯センターが出てないというか、はい、そうなんですよ。すごい立体的なデザインでかっこいいなって思うんですけど、一応このホイールは国産車というよりかは輸入車向けに作られたホイールらしいですね。なるほど。これマフラーはどこのやつですか、はい、マフラー HKS さんのですね。なるほど、はい、あとは純正ですもんね。 あとこれリアテールはどこですか。あ、これは、はやぶささんのテールランプですね。一応流れるシーケンシャルみたいになってます。流行りのやつですね、はい、ヘッドライトは純正ですか。あ、ヘッドライト純正です。わかりましたです、ね、あと車高調入ったりとか、はいはいはい、まあ、ブレーキパッドを SCI に変えたりとかですかね。そんなもんです。あと ECU いじってもいますけど、そんなに多分大きくは変わってない。あさっきちょっと走ってるの聞いたらちょっとパンパンみたいな音してたからいいねと思ってたんですよそうですね、はい、ちょっとその辺の演出もありで、はい、バブります。バブります車高調はどこの車高調ですか。車高調ブリッツさん。あ、ブリッツさん、はい、なるほど。エンジンとかは特にやってない。はい、いじってないですね。わかりました。走ってみた後は走りの部分でやっていこうかなと思います。はい、はい、先生よろしくお願いします。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、お願いします。お願いします。
全然大丈夫ですよね。特に4区の場合は立ち上がりでガッて踏める車なんで、なおさらハンドル戻すのを早く意識したけど、切る一回はグッて切ったら戻す、徐々に。でそういう風にこうコース全体の幅を使えるようになってくると、だんだんこうペースが上げやすくなってくる。
はい、というわけで実際にこの本庄サーキットを、天野さんの車で走ってみましたが、実際にまずご自身で運転されていかがでしたか？はい、なんか初めてでしたもんね。そうですね、今回ちょっと本庄サーキット初めてだったんで、ちょっとコースをうまくねまずライン取りのところからなんですけど、いや難しかったなと思います。あとコース目いっぱい使うっていうのがやっぱり、うん、本当まだまだできてないところなんで、ちょっと今後頑張ってみたいなって思いました、はい、なんか初めてのサーキット行った時はまずは、事前に今ね YouTube がすごいんで、いろんな人のオンボードを見たりとかするだけでも、はい、ああライン取りってこうなんだなみたいなイメージ作ってから初めてのコース行くこともいいですし、あとは実際に他にも車がいるときは他の人にもちょっとついてってみたりとか、うんうん、あとはコース図とかがあったらこういう感じで走るのかなみたいな、まずそんなイメージを作ってから走ったりするのもおすすめですし、はい、なんかこういう風に同乗走行ができる時だったら、うん、まあ誰かに教えてもらうっていうのもすごい手だと思います。そうですね、やっぱりプロの走行を隣で見れるっていうのが本当にいい機会だなって思いました。そんな大したことあれやってないですけど本当ですか？でもあの実際に僕が運転してコースライン取りとかしたら横で乗りながらもあーって感じでいろいろ気づきがあったと思うので、そうですね、学びがある回だったと思うのでさすが久保先生ということでありがとうございました。恥ずかしい限りですけど、まあ、でもあの例えば今僕がこういう風に乗って、はい、で多分次乗るともうライン取りはなんとなくイメージができている状態から始まるはずなので、はい、そこから今度はアクセルとかブレーキとかいろいろこう運転のスキルのところで今度こうタイムを詰めていくって感じになると思うので、うん、まあ、ちょっと本庄サーキット走る機会も結構安めでスポーツ走行とかもやったりしてるので、うん、機会があればちょっとリベンジに来ていただいたり、はいはい、ぜひぜひちょっと頑張ってみたいと思います、はい、ありがとうございます。というわけで熱血久保塾これにて本日終了しますが、引き続き行っていきたいと思ってますので、参加者の方募集しております。ぜひ番組宛にご連絡ください。というわけでありがとうございました、はい、ありがとうございました。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当にねあの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはねあのテリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもねあのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひねあのふるってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、あの板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もねあの塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、ね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取ホット車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。